はい、皆さんこんにちは、ギターを始めて40年ギブソン大好きおじさん北村雅彦です、いつも見ていただいてありがとうございます。さて、FT ギターに挑戦するチャレンジ、3ヶ月チャレンジということで始めたんですけれども、気がつけば今日5月の27日ですね、私の家にこの左利きのギターマーチンのギターがやってきたのが4月の27日ですからちょうど1ヶ月ということになりました。さあ1ヶ月経ってどのくらい弾けるようになってきたのかということで、また今日も見ていきたいと思います。ちょっと今回の更新がですね、まあちょっと10日ぐらい空いてしまったんですけれども、この10日間の進展ぶりをということで、見ていきたいと思います。今回はですね、最初まあ今2曲目の課題曲桜坂に、取り組んでいるんですけれども、やはりコードチェンジの時にね非常に難しいんですね。雑ダクガクンとこうそこで断絶感というかね途切れてしまう感じになる。でなんでそこで途切れちゃうんだろうということをこう、練習の中でこう確認していく時にですね、確認していくというかこう見ていった時にですね、こうまあ例えば今 G というコードをこう押さえてで、ここから D に移ろうとした時にどうし手を一回離すわけですね。でその離した時にギターがグラッこう離した時にグラッて揺れて、それで、コードチェンジが、ピタッと決まらないという、そういうどうも問題が起こってるなということに気がつきまして、それで、じゃあギターの構え方がですね、要はこの弦を押さえる方の手が離れた時にグラッとするっていうのは こちら側の方で、本当はこの、左手と太ももとここでギターがしっかりホールドできていればこっち側の手が押さえていようが離していようがピタッと決まるはずなんですけれども、これを離した時にグラッてなるということはこちら側が決まってないっていう、そこをどうしたらいいんだろうっていうギターの構え方の方にもう一度立ち返ってですね、そこで、弾き方を、こうより良い安定するそしていい音が出る弾き方をこう探すというところから、今回のビデオは始まっておりますので、そのあたり、どうぞご覧になってください。ではどうぞ。そうだね、正面から見たらさ、この側から見たらさ、こういうこう。
はい、いかがだったでしょうか。この左手のストロークの動きがですね、随分こう最初の頃のカチャカチャカチャっていうこんな感じだったのが、こうブンブンブンと大きな力が抜けたリラックスした感じでこうブンブン動けるようになってきたなというのが、映像でもよく分かったんじゃないかと思います。まあ、自分でもですね、こうやって腕をどんどん乗せた時にこの腕の重さで、ギターをホールドしているという感じが、出てきました。出てきたという実感があるんですね。こう力でこうグッと押さえつけて、グッと押さえつけてギターをホールドするんじゃなくて、腕の重さで自然にこうギターがピタッと収まるという。で、重さを感じられてるっていうことは、この手の力がうまく抜けてるっていうことですから、その抜けたところでこう、リラックスしてストロークができるという、まあ、この感じですね。まあ右では当たり前のようにそういうことをやっているんですけれども、あまりにそれが当たり前になっていたんで、どういうことだったのかというのは、こう左に置き換えて自分でやってみるっていうことが、こういちいち右ではどういうふうにやってるんだろうっていうことを、こういちいちね、もう一度こう立ち返ってよく観察したり分析したりしないとなかなかできないんですけれども、まあ、分かったとしてもなかなかこう力が抜けないとか、器用に動いてくれないとか、いろいろ問題はあるんですけれども、まあ、ちょっとずつですね、そうリラックスしてこうゆったりと弾くということが、できてきたような気がしています。はい、それにつれて、ギターの音もですね、だんだんちょっといい音が出てくるようになってきたんじゃないかなと、そんな気がしています。ということで、1ヶ月経ちましたので、次回あたりでですね、ぜひ、桜坂フルで、ちょっとご披露するというような機会ができたらいいなというふうに考えております。まあ、もしかしたら1曲目の糸も一緒にですね、演奏するということもいいかもしれないですね。そんな感じで、ここまでの区切りをつけて、また次へ進むという形に、そろそろまたなっていけたらいいなというふうに目論んでおりますので、また次回もぜひお楽しみに見ていただけたらと思います。じゃあ今日もありがとうございました。さよなら。